はい、それでは今日の、セミナーを始めたいと思います。今日のタイトルはランダムフューチャーズ、シフトインバリアントカーネルから、グラフカーネルまでということで、私木村が、発表いたします。よろしくお願いします。で、初めに、内容に入る前に私の自己紹介をさせてください。で、私は、木村大輔、大きな翼で、大輔という読み方をします。で、これが、私の、ツイッターのアカウントの、ID の由来にもなってますと。で、現在、レトリバで、リサーチャーということを、していますと。で、興味のある研究分野としては、機械学習一般で、特に、計算を高速にするっていうのが、結構興味があって好きで、そのためのアルゴリズムであったりとか、データ構造っていうものが、好きです。で、今日の話も、そんな感じで、計算を高速にするみたいな話をします。で、趣味としては、野球観戦、野球見るのが好きですと。で、あとお酒が好きで、日本酒とかビールとかを普段飲んでますと。で、右にある写真は、私の出身県の、日本酒の一つみたいな感じです。で、あと経歴といたしましては、ここに来る前は、理化学研究所の AIP というところの、圧縮情報処理ユニットっていうもので、まさに私が、興味あるこの辺の感じのことをやっているユニットにいました。で、4月から、ここのレトリバーにリサーチャーとして、入ってきまして、大体半年経ったかなっていう、そんな感じになります。で、本日の内容なんですが、ランダムフューチャーズって何かっていうと、カーネル関数の高速な近似計算手法の一つですと。で、カーネル法っていうのは、結構便利なんですけど、データ数に関してスケールしないっていう問題があります。そのため何とかして、高速に計算しようっていう話がありますと。で、それを近似的にしますっていうのが、今日の話ですと。で、内積の期待値が、カーネル関数と一致するように特徴ベクトルを、ランダムシャイアによって作るっていうのが、ざっとした説明です。後で説明します。で、もともと最初はシフトインバリアントっていう、平行移動に関して不変な、カーネル関数のクラスに関して、提案されましたと。で、その後、そこからさまざまなクラスのカーネル関数について、拡張されましたと。例えば、多項式カーネルだとか、他の、入力が、数値ベクトルに限らない、文字列だとか、グラフだとか、そういったものに対して、提案されてきましたという話を、今日はしたいと思います。で、はじめに、じゃあ、カーネル法っていうのはどういうものかっていうのを、ざっくりとなんですけど、説明したいと思います。で、今、なんかもともとデータがこんな感じで、与えられたとします。データ空間があったとします。で、基本的に、線形で、分離したいってことを考えるんですけど、こういうふうなのだったら、もう絶対に線形では、無理ですと。じゃあ、どうするかっていうと、一つの方法として、これら一つ一つのデータをなんかファイっていう関数でもってより複雑で高次元な特徴空間に飛ばすってことを考えてみる。で、飛ばした先でもしあんな感じにデータが分かれてたら、そこでは直線を引くことによって2つを分離、きれいに分離することができると。で、なので、そっちの飛ばした空間で線形でなんかもしうまくいけば、それを結果をこっちに戻してやれば、なんかこっちではなんか非線形なんですけど、演算としては線形の計算でこっちのなんか非線形な計算ができるというふうになっています。で、この飛ばした空間で線形な計算をするためには何ができればいいかっていうと、その飛ばした先での特徴ベクトルの内積が計算できればいいですっていうのは、とりあえずそういうものだと思ってとりあえず信じてください。で、この特徴ベクトルの内積っていうのを、カーネル関数の定義っていうのは、ある特徴ベクトルの内積をカーネル関数って言います。で、カーネル法の枠組みっていうのは何をするかっていうと、このファイで飛ばすって言ったんですけど、この飛ばすことをようにすることなく、こっちのカーネル関数って呼ばれるものを先にエイヤって決めてやって、このカーネル関数を通じて計算、この内積の計算を、インプリシットに直接ように具体的にこういうふうに特徴として書き出すことなく計算することによって、線形の計算で、なんか非線形な分類ができるっていうのが、カーネル法の枠組みになります。で、今このカーネル関数をエイヤって決めるって言ったんですけど、じゃあそれはどうやって何でもいいのかというと、もちろんそんなことはなくて、どういうものが、どういうふうな性質を満たしてくれないかいけないかっていうのを、次に説明します。
でどういうものに、なってくれてほしいかというと、静定値カーネルと呼ばれるものになっていてもらう必要があると。で今カーネル関数っていうものが、引数を2つ取ります。入力が2つ入ってきますと。でそれに対して何かしら、まあ、実数を返す関数がになってます。でそれが以下の2つの静定値を、失礼しました、2つの性質を満たすとき、それを静定値カーネルっていう、言い方をします。でまず1つ目は、対称性、入力をひ、順番をひっくり返しても、まあ、値は変わりません。でもう1つが、静定値、静定値性っていうやつで、今、考えている集合上の、まあ、任意の N 個のデータを任意に取ってきたときに、それに対してグラム行列 G っていうものを定義して、それが静定値性を、静定値行列、反静定値行列になっている、なっていてもらわないといけないっていうのがあります。で、グラム行列っていうのは、まあ、こういうふうに、書き下されて、データ数×データ数の行列になってます。で、各、その行列の IJ 要素っていうのは何かっていうと、I 番目と J 番目のデータの、まあ、カーネル関数の値がなっていると。で、この行列が反静定値になってくれて、でかつ対称性を、一番上の、一つ目の対称性からこの行列は、まあ対称行列というふうになります。でこれが静定値になっていると何がいいかっていうと、今先ほどのスライドで言ったように、こっちをエイヤって決めた時に、なんか知らないけどそのより複雑なで高次元な空間が、まあ、なんかできるみたいなことを言ったんですけど、それが保証されます。なのでこの関数、このカーネル関数が静定値であると、それに対応するなんか特徴空間というものが1位に存在して、それが1対1に対応してくれている、そういうものがあります。なので、まあ、カーネル関数、カーネル法の枠組みでは、使うカーネルっていうのは一般的に、静定値性を満たしてくれている必要があります。で静定値カーネルの例として、タイトルにもあるシフトインバリアントカーネルっていうものが例えばありますと。でこれは平行移動に対して不変なカーネル関数というふうになっています。でどうなっているかというと、今、例えば入力を2次元の、あ2次元じゃ失礼しました、入力を、M 次元の、まあ、実数値とし、実数ベクトルとしましょう。それに対してシフトインバリエントカーネルというのは、カーネル関数がこんな形で入力関数の、差分で表現されるもの。なので、まあ、平行移動 しても、まあ、変わらないというわけです。でそういうことができるクラスを、まあシフトインバリエントカーネルって言います。でその具体的な例としては、例えば、まあ、これが多分一番最もポピュラーな、カーネルの中でも多分最も一ポピュラーだと思うんですけど、ガウシアンカーネル、ガウスカーネルと呼ばれるやつで、入力に対失礼しました、入力に対してこんな形で定義されるものになります。あとは、まあ、ラプラスカーネル、ラプラシアンカーネルと呼ばれるやつで、まあ入力の、各要素の、絶対値のサーメーションを取ったものが、まあ、エクスポネンシャルの型に、まあ、載っているというものが例えばありますと。であとは、先ほどちらっと言ったように、カーネル関数って、要求しているのは静定値性だけなので、入力が別に数値ベクトルでなくても良いですと。っていうので、まあ構造でデータに対してもカーネル関数というものは定義できますと。で例えば文字列とか幾構造だとか、まあ、グラフ構造だとか、そういったものでもいいです。でお気持ちとしては、これ、こういうデータに対して何をやってるかっていうと、入力として例えばこんな2つのものが入ってきたら、それらをなんか頭の中でばらして、こんな風にばらして共通する部分構造を数え上げてるっていうのが、まあ、このお気持ちになります。でもちろんこれ入力が入ってきた時に実際にいちいちこんな風にばらしてたら、それだけでも計算量がかかってしまうので、実際にばらすのではなく、ばらさないんだけど共通する部分だけを、まあ、高速になんか数え上げるっていう、そういうようなアルゴリズムっていうのが、まあ、こう実際、こういう、カーネル関数を、まあ、計算する際には、まあ、必要になったりっていう話もありますと。っていうのが、まあ、カーネル法の、まあ、大雑把な枠組みとなります。でじゃあ最近というか、まあ、近年じゃあカーネル法が 何が一番問題になってきたかっていう と、データ数に関して、スケールしない、データ数が増えると、まあ計算量が莫大にかかってしまってもう動かないとかっていう問題がありますと。でカーネル法は、その複雑な特徴空間でのそっちでの計算を、カーネル関数っていうものを通すことによって、まあインプリシットにすることで、まあそっちの次元の影響は回避してるんですけど、代わりに何を計算しなきゃいけないっていうと、データのペアごとの計算をしなきゃいけないですね。
このグラム行列っていうのを、先ほど言ったようにこういう感じで定義されるんですけど、これって、入力のペアごとに関して、まあ、その全部のカーネル関数の値を計算しますと。でこれは先ほど言ったようにデータ数かけるデータ数の行列になります。なのでまあこれだけでオーダー事情かかるので、まあ、これを用いていろいろな演算をしようとしたりすると、まあ、データ数に関してまあ3乗のスケールがかかってくると。でこの3乗っていうのをまあ多いと見るか少ないと見るかっていうのなんですけど、まあ、近年データ数扱うデータ数っていうものがバーって莫大に増えていく中で、そういった中でデータ数に関して3乗のスケールっていうのはまあ結構厳しい、データ数が増えてくると厳しい。もちろんデータ数が小さか、データ数がそんななかったら別に問題ないんですけど、データ数が増えてくると厳しいという問題があります。でなのでまあ厳密に計算することはちょっと諦めて、近似的にまあ高速に計算しましょうっていうのがありますと。で、まあ、これ以外にもあるんですけど、とりあえず今日はその2つの枠組みを紹介したいと思います。まず1つ目はこの1個目のなんとか近似っていうやつで、すみません読み方がちょっと忘れたんで、あります。でこれは何をするかっていうと、先ほどのグラム行列っていうものを近似します。でどのように近似するかっていうと、低ランクに近似する。でその低ランク近似を行う際にデータの一部をサンプリングしてきて、それで、サンプリングした点に対してはまあちゃんと計算するんだけど、残りの点についてはまあ低ランク近似っていう仮定を使ってうまいことを計算するっていうのがまあ1つ目で、2つ目が今日紹介するランダムフューチャーズと呼ばれる枠組みで、これ先ほどちらっと言ったんですけど、内積がカーネル関数の値と一致するような、ようにランダム遮影によって特徴ベクトルを作るというような手法になっています。で、今からこちら側について2番目のランダムフューチャーズというものについて説明していきたいというふうに思います。でランダムフューチャーズっていうのはまあどういうものかっていうと、目標はランダム遮影によって内積の期待値がカーネル関数値と一致するようなベクトル表現を得るというのが目標です。つまり今これが本来欲しいカーネル関数で、それはどう定義されるかというと、あるなんかよくわかんないけど ファイ x と φy っていう特徴ベクトルの内積で、計算できる、定義されるもの。ただ φx っていうのはまあ直接扱いができないほどまあ高次元っていうか、そもそも今こっちをカーネル関数の値をエイヤって適当に決めているので、そもそもこの表現がどうなるかすらそもそも分かんない。なのでまあこれは諦めることにして、ただしなんかそれとは別の SXSY っていうものでもって、それの内積ランダムに遮影することによって、それの内積を取ったで、かつ期待値を取ったら、まあそれが元々の本来欲しいカーネル関数の値と一致するっていうような SX っていうもの、 SXSY っていう特徴ベクトル表現を求めたいっていうのがまあ最終的な目標になりますと。でこれ何が、これがで、SXSY がやれると何がいいかっていうと、これ内積のまあ期待値なんですけど、それがまあカーネル関数と一致するっていうことは、この SXSY とかっていうものを用いて、それの上で適当に線形な学習をすれば、それはまあカーネル関数の、値と期待、一致しているので、間接的に線形の学習によって近似的に非線形な学習を行えているということになります。なので今からの目標としては、こんな感じの性質を満たすような特徴ベクトル SXSY を求めるというのが、これからの目標になります。でそれにあたって、今から説明するんですが、その前にそれを、行うにあたって大事な、その基本となる定理があって、ボホナの定理っていうものがあります。でこれは何かっていうと、先ほど言っていた、まあ、静定値関数と確率速度っていうものがフーリエ変換で1対1に対応するようなものになっています。でこの定理どういうものかっていうと、今ファイっていうのが、RM 上の正規化された連続関数であると。でそういった関数が静定値であるための必要準備条件は何かっていうと、ある確率速度 P っていうものが存在して、以下の式が成り立つ。でこの式は何をやってるかというと、これって、フーリエ変換そのものです。ここのエクスポネンシャルの型の、複素数の符号だとか、その前の係数だとかで、まあ、いくつか、まあ、定義の仕方はいろいろ流儀はあるんですが、これを、フーリエ変換の定義だと思うと、ある確率速度のフーリエ変換っていうのは、
必ず制定値になってくれているっていうのがあります。なのでこの定理は何を言っているかっていうと、この、制定値である関数と確率速度、それに対して確率速度がまあ1に定まって、それがまあフーリエ変換の関係で1対1に対応してくれて、こっちを1個決めればまあこっち自動的に決まるし、逆にこっち1個決めればこっちも自動的に決まるっていうふうなものになってます。で、今から紹介するのが、ランダムフューチャーズの中でも一番最初に提案されたこのランダムフーリエフューチャーズっていうやつで、まあ、2007年の NIPS で提案されたものです。でこれは、シフトインバリアントカーネルに対する、この近似手法になってます。とでシフトインバリアントカーネルはどういうものだかっていう と、まあカーネル関数の値が、まあ、2つの、入力の差分で表現されるような関数で、今かつ制定値です。とだと先ほどの定理を使って何が言えるかというと、今そういったシフトインバリアントなカーネルがありますと。これは2つの入力の差分で表現されますと。そうすると今この関数が今制定値ということはまあ分かっているので、先ほどの定理からある P というものが存在して、それのフーリエ変換というものとこれが一致する。で今引数が x-y なので、まあここがそのまま x-y になっている。でそれを、まあ、そのエクスポネンシャルの型の部分をそれぞればらしてやると。そうするとでこういう形で書ける。でこれのエクスポネンシャル EXTW っていうのを一つの関数だと思ってやる。そうするともう一つのマイナス、E のマイナス IYW っていうのは何かっていうと、その関数の、引数を Y にしたものの複素協約になってますですよね。ここの、I の符号が2マイナスになっただけなので、こういう形で書ける。かつそれの PW でもっての積分なので、単なる期待値として書けます。だと期待値で積分計算をやっているので、これだったらなんか近似できそうな気になります、なりますというので、これを近似します。で近似自体は別にそんな全然難しいことなやってなくて、一般的な積分のモンテカルロ積分で近似する。で今 PW で期待値を取っているので、その確率 PW、確率速度 PW から独立に、例えば今 D 個サンプリングしてきたとしましょう。でその D 個をサンプリングしてきた、W を持って、その積分を単にサーメーションで近似します。で今こちら側の、カーネル関数っていうのは実数値なので、こっち側も、とりあえず実数部分のみを計算しますと。そうすると容易に書き下すことができて、実数部分はこんな感じで、内積の形として表現できる。それが、今 D 個サンプリングしたので1から D までのサーメーションを取ると。でこれ内積の、ただ、WI に関してバーって並べたものなので、これを縦にバーって並べてやると、並べてでこの D って、前の D 分の1っていうのを、かけて、D になるように平等にルート D 分の1ずつ割り振ることによって、こんな形で書けます。でこれをまあ SX っていうふうに置くと、最終的なこのカーネル関数の近似の値っていうのがこの SXSY っていうの内積っていう形で表現できる。でこれをまあ特徴ベクトルとしますっていうのがランダムフォーリエフューチャーズっていうものになります。でこれ期待値取ると、まあ一致します。で彼ら2007年の論文で偉いのは何をしたかっていうと、この、をちゃんと理論解析したっていうのが、まあ、多分偉いところです。で彼らは一応ノルムで、ワーストケースをまあ評価しています。で、まあ、適当な仮定のもとに何が言えるかっていうと、こんな下の式を、まあ、彼らはまあ論文中で示しています。で左から見ていくと、この PR っていうのはプラバビリティなんで、まあ単なる確率です。確率を表しています。でここの KXY っていうのが今本来欲しいものです。で SXTSY っていうのが、まあ今の手法によって得られた、まあ近似的な、カーネル関数値の値で、それの絶対値を取ったものの、スープっていうのは、まあこれの、まあワーストケース最大一番大きくなるところだと考えてください。でそのワーストケース一番ずれるところがイプシロン以上ずれてしまう確率っていうのが、左側の式の意味です。でそれが右で抑えられますと。でどこに着目すればいいかっていうと、まあ、一番はここのラージ D っていうやつです。
これが、今何次元にその何次元の特徴ベクトルで近似するかということになっていて、それがエクスポネンシャルの中に入ってかつマイナスがついているので、近似後の、次元を増やせばそれに従って差がイプシロン以上ずれてしまう確率っていうのは指数的に下がっていきますっていうのを示しています。彼らで、じゃあ、具体的にいろいろ説明したんですけど、実際に使うときはどうすればいいのか、どういうふうな流れで使えばいいのかっていうのをまとめたのが、このスライドになります。で、入力としては、今近似したいシフトインバリアントなクラスの、カーネル関数っていうのを、っていうのを一つ選びます。何でもいいんですけど、選びます。で、かつ、データの集合が、今 N 個あるとしましょう。で、じゃあ何次元の特徴ベクトルを作りたいかっていうものを 2D、 ちょっと今は都合上 2D とさせてください。で、これら3つを入力として、アウトプット出力としては、それぞれデータ数今 N 個あるんですけど、それらの、ラージ、2D 次元の特徴ベクトルが出力として欲しいと。で、まず何をやるかっていうと、PW、確率、この PW っていうものからサンプリングするって言ったので、その PW が分かんないといけません。で、それは、今、この真ん中の、この式で、真ん中の2番目の式で、この一番上の式で表現されているので、これの逆フーリエ変換をしてやれば、戻まると。なので、カーネル関数の逆フーリエ変換を、こんな式で計算してあげる。で、この求めた PW から今、D 個のパラメータをサンプリングしてきます。W を1から D まで独立にサンプリングしてくると。で、このサンプリングしてきたら、それをもとに、こんな感じで、コサイン、サイン、W とそのデータの内積を取って、それをコサインサインでフィルタリングしてあげて、フィルターを通してこんな感じで作ってやると、これが特徴ベクトルになります。なので、アルゴリズムとしては結構シンプルです。で、なので、サイキットランとかにも、これがシフトインバリエントカーネルのうち、ガウシアンなものに関しては実装されてます。なのでサクッと使うこともできますっていうのが、ランダムフォーリエフューチャーズというものになります。で、それが最初に提案されて以来、いろいろ、高速化とか拡張とか、エラー解析だとかいろいろ、されてますと。で、例えば、カーネルの中で一番とりあえず使ってみるのが、ガウスカーネルなので、それに対する高速化の研究っていうものが例えばあったりしますと。で、これ結局、ガウスカーネルの場合はガウシアンのフーリエ変換というのをまたガウシアンに戻るので、ガウシアンからサンプリングすることになるので、そのガウシアンからのサンプリングを高速化にするような、手法を、提案していますと。行列、ガウス行列を、アダマール行列とかって呼ばれるやつで、近似的に計算す、スパースな、行列の積で計算して、かつなんか高速フーリエ変換的な、高速なアルゴリズムを使うことによって、メモリを減らし、かつ高速に計算するとか、あとあるいはそのガウス行列を直行行列を用いて近似するものなどもありますと。で、さらに、ランダム、失礼しました、シフトインバリアントクラス以外の、カーネルに関しても、拡張されている。例えば、多項式カーネルに対して、ランダムフューチャーズの枠組みで、なんかやってみたりとか、あとは今日今から紹介したいのは、距離から導出されるカーネル関数に対するランダムフューチャーズというものを今から紹介します。で、これ、見てもらうと、これ著者名が同じなんですけど、これ、同一人物で、彼らは、18年にこの距離から導出されるカーネル関数に対する枠組み、ランダムフューチャーズの枠組みというものを提案していて、その後、2018年の、AI STATS っていう、機械学習系の、トップクラスの、会議なんですけど、そこで、時系列データに対するランダムフューチャーズというものを提案しています。で、さらに、今年の KDD では、2本通しています。この枠組みで2本通していて、文字列に対する、ランダムフューチャーズとグラフ、カーネルに対するランダムフューチャーズというものを提案していて、それは何というか、この枠組み、この、どちらかというと狭い枠組みの中でKDD とかっていうトップクラスのデータマイン会議に通してるっていうのは強い、すごい論文の通し方を知っているっていう
IBM のグループがあります。で、今からそのこの距離から導出されるカーネル関数に対するランダムフューチャーズっていうものを、お話し、したいと思います。で、まあ、距離から導出されるって言い方をしたので、まず距離関数っていうのはどういうものかっていうのを一応、まあ、説明します。で、入力が、2つ入ってきて、で、そこから、まあ、実数値を返すものが距離関数とは何かっていうと、まず比譜であると。そうですね、なんか距離なので、なんかマイナスっていうのはなんか直感に反するような気がするので、まあ、比譜性があると。かつ距離が0っていうのはどういうことかっていうと、2つの入力が必ず一致します。その一致するならば0だし、0になるときはまあ絶対一致してほしいっていうのがまあ2つ目で、あとはまあ対象である、あ、 X 地点から Y 地点まで行くのと Y 地点から X 地点まで来るまでかかる距離っていうのは同じになっていてほしいっていうのと、あと最後の4番目は、三角不等式ですね。X と Z の距離っていうのは間に Y を挟んで、その Y を経由したら、その経由したら、経由した方が絶対その経由しない方よりも大きくなってほしいっていう、まあ一般的な距離ですね。なので我々がなんか一番直感的に使っているユークリッド距離だとかっていうのは当然この不等式、あ、この性質を満たしますし、あとは文字列上の編集距離っていうものもこういった性質、この性質を満たしていますと。で、彼らは、この距離関数から、まあ、カーネル関数を導出するっていう枠組みを、示しましたと。で、それがこれですと。ディスタンス・トゥ・カーネル・エンベディングっていうやつで、距離関数を用いてカーネル関数を定義しています。で、今、どういうふうに定義するかっていうと、距離関数 D とある確率密度関数 PW っていうのを用いてカーネル関数を定義しています。で、今2つの入力 XY に対してそれをどんな感じで定義しているかっていうと、この式で定義している。X と Y のカーネル関数値っていうのは X となんか別の間に W っていうのが挟まってて、 W の距離と同じように Y と同じ W での距離で、それで期待値を取ったものっていうふうにしてます。で、ここでエクスポネンシャルの型にマイナスの符号がついて距離関数が出てるっていうのは、距離とカーネルってある意味反対な概念なんですね。距離っていうのは2つの方が2つが離れていれば値は小さくなってほしいですし、逆に近ければ値が小さくなっててほしい。で、カーネル関数っていうのは特徴ベクトルの内積なので、それとは逆で、2つが近ければ近いほど値が大きくなっていてほしくて、逆に離れていれば値が小さくなっていてほしいっていう逆の関係になっているので、まあ、こんな感じでエクスポネンシャルの方にマイナスをかけてこんな感じで定義するっていうのが、まあ、なんか直感的っていうか、まあ、とりあえずやってみるようなことで、こういうふうに定義すると、これで定義されるカーネル関数っていうのは正定値になります。で、じゃあなんで今ここでわざわざ X と Y を比較するのに間に W なんてを挟むんだっていうのがちょっと思われて、こういうふうにエグザクトに、エグザクトというか直接間に何も挟まずに、X と Y の距離でまあこう定義したくなるんですけど、なる気持ちがあると思うんですけど、これはこういうふうに定義してしまうと、一般的にこう定義した関数 KXY っていうのは正定値にはなりません。で、ただこれが正定値になる条件っていうのもなんか知られていて、この距離関数がネガティブディフィニットシンメトリックっていう性質を満たすときのみ正定値になります。ネガティブディフィニットシンメトリックっていうのは、さっき正定値性の話をしたんですけど、まあそれのなんか親戚みたいな定義があって、ちょっとそれは説明しないんですけど、まあそういう時に限れば、このこれで定義されるカーネル関数っていうのはまあ正定値になるっていうのは知られています。で、例えば文字列の編集距離っていう距離がこういうふうに定義したときに、正定値になるための条件っていうのはアルファベットサイズが1のときのみに限ります。なので、編集距離を比較したいんですけど、それが正定値性を満たすっていうのは、全部文字列が同じ種類 AAA と AA の編集距離を調べてくださいっていうのは、単純に長さでしか変わってこないので、なんか全然面白くないっていうので、まあダメで、これを、はい、で、これで定義されるカーネル関数を、まあ、どうやって検示するかというと、まあ、さっきと同じで、
これ同じですよね、関数としてまあ引数 x 引数 y が入っていて、それで の期待値を取っているので、さっきと同じようにこの積分計算を近似してやるというふうになります。で、先ほどと説明した同じ流れでやると、同じようにある確率分布から独立に、例えばまあラージ D 個のパラメータをサンプリングしてきたとしましょうと。で、その D 個の、パラメータでもって、積分計算を近似します。なので、まあ、こんな感じですね。で、これは同じように、内積の形、内積をバーって足し合わせた形になっているので、一つの大きいベクトルとして表現することができると。で、前に D 分の1があるので、まあ、かけて D 分の1に戻るように、平等にルート D 分の1を割り振ってやるというふうになります。で、ただ、さっきのランダムフォーリーフューチャーズと違うのは、この PW が、どうなってるか分かんないんですね。で、先ほどは、カーネル関数の、逆フーリエ変換として求めたので、カーネル関数を1個定めると、もう、オート自動的に1位にこの PW っていうか決まるんですけど、今回の場合は、適当に PW っていうのをバーンって持ってきて、それでもってカーネル関数を定義してるんですね。なので、そこがさっきと違うところです。なので、じゃあそれどうするんですか、この PW はどうやって決めるんですか、どういったものから、どういうふうにサンプリングするんですかっていうんですけど、まあ、これは実は適当に決めてます。で、適当っていうのは、適切っていう意味と、まあ、いい加減っていう意味、両方あると思うんですけど、ここでの気持ちとしては、私個人の意見としては、まあ、それが半々ずつ。適切に決めるんだけど、まあ、半分まあ適当みたいな感じで決めてます。で、繰り返しになりますが、先ほど述べたランダムフォーリーフューチャーズはカーネル関数から1位に、逆フーリー変化で1位に定まる。そこは違いますと。じゃあ、そのサンプリングをどうするんですかっていうと、まあ、彼らはいくつか提案してるんですけど、まずデータから直接サンプリングする。今、ラージ N 個のデータ、N 個のデータがあったら、まあ、そこからまあ適当に何個か、そこからインデックスをランダムにサンプリングして、それと計算しましょう。っていう。あとは、データの統計量などを見て、ランダムに生成する。どういうことかというと、例えば文字列で今、英語のアルファベットだとしたら、26文字ありますよね。で、それぞれ、各アルファベットごとになんか出現頻度みたいなのはまあ経験的に分かっていると。で、今、データ全体を見ると、文字列の長さは平均で10だってなったら、なんか平均が10になるように、なんか適当にその出現頻度からサンプリングするだとか、そういうある意味、適当、ある意味本当に適当なことをやってます。ただ実験的にはそういうふうに適当にやってもうまくいくというのをまあ彼らは示しています。で、先ほどと同じような解析をまあ彼らはしています。同じように一応ノルムを用いたワーストケースで評価していますと。で、左は先ほどと同じで、今本当に欲しい K と近似後の関連関数値の値の絶対値の差が、ワーストケースがイプシロン以上ずれる確率っていうのが同じように右のようなもので評価できると。で、先ほどと同じように近似後の次元 D に関して指数的にまあ減っていくっていうのをまあ彼らはまあ示してますと。で、この辺の手続きについては一般的なヘフティングの不等式とかっていう、まあ、こういうものを示すときに標準的に使われる、なんていうか、手続き、一覧の手続きみたいな、なんかあるんですけど、まあ、それを使えば、まあ、こういうふうに示せるという感じになってます。で、先ほどと同じように、じゃあ実際に使う場合どうするのっていう流れを、説明したいと思いますと。で、入力として今度は距離関数から関数を生成しているので、入力としては距離関数が入ってきますと。あとは、まあ、ハイパラ、エクスポネンシャルの型に乗るハイパラが入ってくると。で、あとはデータ集合に、ですね。これ、すみません。別に実数じゃなくてもいいです。これ、間違いですね。実数じゃなくてもいいですと。で、所望の特徴ベクトル次元 D っていうのが、ラージ D っていうのが入力です。で、出力はそれぞれの、入ってきたデータの、特徴ベクトルを、まあ、D 次元の数値として、まあ、表現してくださいっていうのが出力になりますと。で、アルゴリズムのステップとしては、D 個のデータを、まあ、いいやって適当に決めた確率分布からサンプリング、生成データをサンプリングしますと。ラージ D 個を生成しますと。で、手持ちの各データ XI について、今上でサンプリングしたデータ間との距離を計算することによって、特徴ベクトルを得るというのが流れになります。で、最後に、
彼らの今年の KDD、2019のうちの、文字列に対するカーネルの結果をいくつか、示して終わりにしたいと思います。で、距離関数としては、文字列に関しては、編集距離を満たしています。で、編集距離は先ほどちらっと言ったように、距離関数の、満たしてほしい性質を満たしていますとなってますと。で、これが、精度と、計算時間に対する、表をまとめたものになっていて、一番左の青いのが、このランダムフューチャーズの枠組みで、左が精度、右が、計算時間というふうになっています。で、真ん中の3つが、カーネルですね。カーネルを多分 SVM サポートベクターマシンとかで、学習したものが真ん中で、右が、LSTM とかなので、ディープ系ニューラルネットベースの、手法になっていますと。で、見ると、まず精度で見ると太字が、一番良いものになっていて、ランダムフューチャーズは、そこそこ良いです。そこそこというか結構勝ってますと。で、計算時間については、計算時間についても早いですと。で、特に見てほしいのが、最初カーネルはデータ数に関して全然スケールしないよって言ってあの、申し上げたんですが、それが、ここの下の方に特に出ていて、この点線になってるっていうのは、36時間経っても計算が終わらなかった、そこが点線になってる。で、見るとこっち、4000秒とか2000秒で終わってるのが、カーネルをそのままダイレクトに使う と、36時間経っても終わらないぐらいかかってしまう。なので、カーネルを普通に直接使うのは、しんどいので、禁止しましょう的な話が出てきます。で、これが、特徴ベクトルの次元を、変化させた時の予測精度ですね。特徴次元を、の次元を増やすに従って、指数的に、差が、イプシロン以上、差が、差が出る確率は、指数的に下がっていくという話をしたんですけど、それを、精度の面でやっているのがこれですと。で、横軸が、特徴ベクトルの次元に なっていますと。で、縦軸が予測精度、テストデータでの予測精度になっていくので、上に行く方がいいです。で、横軸が、さらにログスケールになっています。で、見ると大体10の3乗1000ぐらいで大体差散ってるのもありますし、1000ぐらいから、10の4乗なんで、1万ぐらいまでいくと、そんなに変わらない。なので、せいぜい高々、数千次元あれば、いけるというのが、特徴ベクトルの次元に対する実験的な結果です。で、そうですね、あとこれは、特徴ベクトルの次元を変化させた時の計算時間についてのグラフになっていて、右側、横軸が同じように特徴ベクトルの次元数で、縦軸が計算時間になっていて、ともにログスケールになっているので、ここで、大体線形になっていれば、計算時間は、特徴ベクトルの次元に関して、線形、大体線形で動くというのが、この結果になっています。で、あとは、データ数と文字列の長さを変化させた時の計算時間に対する結果ですと。で、こちらが、左側のグラフが、データ数ですね。訓練データ数を増やした時の、計算時間の差で、やはり、ログスケールになっていますと。で、なので、そこで、線形の関係になってくれているので、訓練データに関しては高々線形ぐらいの増加量で済んでいると。あとは入力の、文字列帳を同じように増やしたときでも、それに関しても線形に動いている。なので、線形に増やしたものに対して、計算時間が線形に増えているんだから、大体ハッピーという感じになっています。はい、というので、今日の、まとめですと。で、カーネル法っていうものがありますと。ただ、最近年の一番の問題点に関しては、データ数に関してスケールしないっていう問題点がありましたと。で、それを、近似的に高速計算する枠組みとして、ランダムフューチャーズっていうものがあります。で、もともとはランダムフィオリーフューチャーズって呼ばれるシフトインバリアントなクラスに対するものが提案されてきましたと。で、そこからいろいろ拡張されてきて、されていて、最後に説明したのは、距離関数からカーネル関数を定義することによってランダムフューチャーズに持ってくるっていう枠組みを説明しましたと。なので、入力が別に数値ベクトル以外のデータに関しても、こんな感じで扱うことができますっていうのが、今日の、内容になります。で、発表としては以上になります。
何かご質問などある方いましたら、はい、はい、まずは、ハイパラのチューニングが多分結構大変で、私もちょっと去年使ってたりしたんですけど、ハイパラの、要は、この逆フリエ変換で、この、サンプリングすべき確率分布決めるんですけど、カーネルの中にもハイパラがあるので、そのハイパラによってその確率分布変わってくるんですね。で、そのハイパラを変えるたびにこのサンプリングをやり直す必要があるので、ただので実用的にはそこが結構何回か試してみたりしなきゃいけないので、結構そこは大変かもしれないです。あとは、これで、サンプリングしたときに、これのどれくらいの大きさが必要になるかっていうと、基本的には、元の特徴ベクトルの次元かける、得たい特徴ベクトルの、次元、飛ばした先の、得たい S の特徴ベクトルの次元の、変換行列っていうものを持っていく必要があるので、どちらかが大きくなったりすると結構それを保持しておくのも結構実際には面倒くさくなったりとかってします。ただそれは、ガウシアンとかの場合に限ってはそこも、小メモリでなんかやるっていう方法が、あったりします。ただ一般の場合は、結構大変かもしれません。あと他にある方いますか。はい、はい、はい、一つ目の質問に対しては、静定値で、静定値であると何がいいかっていうと、こういうふうになるような特徴空間が必ず存在しますっていうことが言えます。ただ言っているのはそれだけです。なので2つ目の質問になるんですけど、どれがいいかっていうのは本当に実際試してみないと分かんないですね。もし本当にこんな風にうまくいけば一番ハッピーなんですけど、じゃあそれが本当に存在するかなんてことは分かんないですし、実際にやってみて確かめるしかないです。静定値で言えるのは、ただそういうような、なんか内積の計算で書けるような特徴空間が存在する、1位に存在する、カーネル関数1つに対してそれぞれ定まりますっていうことだけしか言ってないです。なので実際のデータでうまくいくかは本当にカーネル関数をいろいろ変えて試したりとかする必要があるという感じです。はい、はい、そうです。特徴空間自体は、飛ばす先が違う。そうですね、期待値としては、飛ばす先、そうですね、飛ばす先っていうイメージだとちょっと違うかもしれないです。単純に、その期待値を取ったときに一致するようにしてるだけで、でその次元を増やせば増やすほど、そうなってくれる確率が高まってくれるっていうイメージですね。なのでハイパラを変えても、期待値としては、もちろん一致するんですけどっていう感じです。はい、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 アキュラシーは、ですね、
ここで、カーネルの種類がそもそも違うんですね。これは、ランダムフューチャーズは、編集距離をもとにやってるやつで、これらの SSK や ASK、KSVM ってやつはそれぞれまた全然別の、論文に言うとステートオブゼアートなカーネルを、まあ、持ってきてやっているっていう感じなので、そもそもカーネル関数の値がカーネル関数を使っているカーネル関数が違います。これらを近似してこれをやっているわけじゃないのでという感じですね。ただまあ精度に関してはそんなにまあまあ論文なんでまあいいのを載せてるよねっていうようなイメージで、うん、まあそこはなんというか、はい、あ、そうですね、そうですね、はい。ただここら辺ハイパラの調整のなんかとか多分入ってない気がするんで、なんかうまくいったやつは一発それを使うとまあこれぐらいの計算になります的な多分感じだと思います。ここは、はい、じゃあ、はい、はい、そうですね、何でもいいんですけど、文字列に対して先ほどの距離関数の性質を満たしてくれるのが他にあれば、まあ、別にそっち使ってもいいんですけど、まあ、多分一番、まあ、とりあえず出てくるのは編集距離だと思うんで、まあ、それでやって他にあるのかな、僕はちょっと分かんないんですけど、まあ、そういうのがあれば、まあ、これと同じ枠組みには載せることができます。そうですね、あれはちょっと紹介しようと思ったんですけど、いろいろ前処理が長くてですね、使ってる距離としては、アースムーバーズディスタンスっていう、あの最適輸送となんか関係のあるっていうことで、なんかあの W ガンかな、あのディープの方でなんか最近注目されてされてて、なんかいろいろ説明が載ってたりするやつがを、使ってます。じゃあそろそろ大丈夫でしょうか。はい、じゃあ今日のセミナーはこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。